どうも、宅飲み場竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日は木曜日なのでハイボール選手権の日ですね。今日はハイボール選手権、ブレンディット12年でやっております。第3戦目です。第2戦までの結果こうなっております。宅飲み場竹雄では毎日ウイスキーを飲みながら何かやるんですけど、木曜日は毎週このハイボール選手権っていうのをやってます。今回は12年、ブレンディットの12年ということで、非常にハイボール向きなところを選んでいました。で、8本選んでます。このラインナップです。総当たりをしていって、その日の気分で僕が美味しいと思った方に軍配を上げるという、そういう選手権になっております。はい、ということで今日の第3戦、戦いますはこちら、ディンプルエクボですね。エクボちゃん、そしてジョニーウォーカーブラック、ジョニークローです。はい、この2つでやります。で、一応ね、ルールとしては、300mg に氷を満たして、30mg ウイスキーを入れてハイボールを作って、1杯ずつ僕が飲み干して、その日の気分で美味しいと感じた方が勝つというものです。はい、ディンプルも以前動画は上げてるとますが、はい、今日は前のがなくなったんで見事です。はい、開きます。ディンプルは、まずは30mm ワンショットで見ます。ディンプルはキーモルトは確かグレンキンチとかグレンロッシーとかその辺だったですね。で、かたやジョニークローはまあ本当に何十種類の、ブレンドがされているということで、はい、ではかたやジョニークローをワンショットに入れます。ジョニークローは知れた、かなり数十種類の、モルトがブレンドされております。はい、そして炭酸はうちはこのソーダストリーム。今日も超強炭酸で作っております。はい。はい、では一杯ずつできましたので。早速飲んで勝負に行きたいと思います。ではディンプルからいただきます。あ、甘くてすっきり爽やか系のマスですね。やっぱグレンキンチーあたりはよく効いてるのかなっていう、イメージがある、穏やかな、すごく優しい味です。飲みやすい。はい、ではジョニークローをいただきます。おお、一転してやっぱこうやって比べるとよりわかるんですけど、ピートとスモーク感がブレンディットにしてはすごいです。やっぱジョニークローといえばスモーキーですよね。この単体で飲むときはまあまあもちろん感じるんですけど、まあ、そんなにがっつりスモーキーっていうのを感じるようなことは僕は個人的にあんまりないんですけど、こうやって飲み比べるとしっかりわかりますね。はい、では飲み進めていきますね。ディンプル
ちゃうまい。ディンプルはね、さっきも言いましたけど、こうやって飲み比べると甘くて飲みやすいですね。これはもう万人受けするハイボールだと思います。うまい。ほんのりなんかナッツの感じもあるし、このディンプルハイボールいいっすね。エクボハイボール、もうね、毎回ね、この12年はもう毎回決勝戦みたいな組み合わせなんで迷いますね、これ。ジョニープロ、あ、甘い。やっぱり安定のジョニープロは美味しい。ジョニープロは本当に、まあどこまで行ってもジョニープロです。うまいです。ハイボール最高です、ジョニープロ。でもね、ディンプルも全然負けてない。味の方向性が違うんですけど、これはもうまた今日の僕の体調の気分ですね。はい、ちょっと今迷っております。氷も溶けてきた感じがして、そうするとね、うっすらなんかキャラメルっぽい甘さもなんか少し感じることができるようになりました、あとね、麦芽の甘みといったところも若干ですけど捉えられるかな。はい、美味しいお酒は減りが早い。ディンプル飲みました。ではあとジョニクロ。ジョニクロはね、結構普段飲みにされてる方も多いと思うんですけど、昔は高かったんですよね。スコッチが高価だった時代、今でこそね、今2000円ちょっとぐらいですか、ジョニクロ買えますけど、僕よりね、30ぐらい年上の方とかに話聞くと、やっぱりジョニー・ウォーカーとかバランタインとかすごい高値の花で、ね、サントリーオールドばっかり飲んでいたって言ってましたね。スコッチは手が出なかったみたいです、昔は。今は幸せな時代です。はい、美味しいお酒は減りが早い。またあっという間になくなりました。さて、短時間で2杯をいただきました。判定をしないといけないですけど、引き分けというわけにはいかないんですよね。どうしよう、決めました。今日の味はなんとディンプル勝ちにします。はい、正直引き分けです。でもね、微妙なところで今日の僕の、まあ今日も1杯目なんですけど、これ、ね、この体調と胃に、この優しい飲みやすさ、麦芽の甘さがしっくりきました。まあ、かたやジョニクロ、こちらも全然悪くないですよ、というか、いいです。こっちもめっちゃうまかったんですけど、今日はあんまりスモーキーな気分じゃないかなっていうところだけです。もう本当に微妙な差で
今日はディンプの勝ちとさせていただきます。はい、ということでこの結果を踏まえた勝敗をこうなりました。はい、まだまだ全然わかりません。ね、前回も言いましたけど、まあ、あの第1回第2回のハイボール選手を見てると、まあ、1敗とか2敗はまだ全然優勝の可能性があるので、まだまだ全く何が何やらわからない状態です。今後に候補期待でございます。はい、ということで今日のタクトの竹雄はハイボール選手権第3戦をやりました。ディンプルが勝ちましたと、こんな遊びを毎日やっております。ウイスキー好きの方、チャンネル登録していただいて一緒に飲みながらちょっと付き合ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日の高森正弘はこの辺で閉店でございます。最後までご視聴ありがとうございました。